シーズン2。晴れた頭はもう手遅れ。B 型なんでそこはご了承。毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は火曜日ということで、月火ときまして、2日目ということで、はい、いかがだったでしょうか。今日のこちらの方面はですね、寒いっちゃ寒いですけど、でも、すごく天気がいいということで、はい、ちょっとこうね、ポカポカしてはいますっていう感じですかね。はい、皆さんのところいかがでしょうか。今週からちょっとなんか雪が降るとか言ってですね、天気予報でありましたけど、本当かね、嘘かはわかりません。もうあくまで予報ですからですね。よく外れますからですね。なんか知らんけど、ここの地域だけなんか雨が降ったりとか雪が降ったりとかね、よくしますので、はーい、いかがでしょうか。ですね、昨日は、ライブ、相変わらずサムシマさんがねもうなんかサムシマさんばっかり言うてもネタがそんなにないのっていう感じがするんですけど、ちょっと酔いちくれてですね、ちょっと入ってしもうたんでですね、昨日なんかずーっと梱包されてあったんですよ。はい、梱包しまさんやったんですけど、はい、ちょっといかんすね、やっぱ酔っ払ってこうやってするとすごく記憶がなく感じが悪くなんかやってたような気がするんで、はい、このままお借りして申し訳ありませんでした。すいません、ペコリ。はい、なんかね、もう酔っ払ったらダメやねって、もう自分のライブでもそうなんですけどね、もうやってる内容すべて忘れてますからですね。こうやって人が去っていくんやろうなと思ってしまいますね。もう調子がいいからね、本当に申し訳ないなとかって思います。で、昨日はなんかそうですね、優作さんもちょっと飛ばすぎよみたいな感じでコメントがあったのがちらっと覚えてあるんで、ちょっとやりすぎたかなと思って今は思ったんですけどね。サムシマさんもね、あんまりこう気にせず、はいはい、はいはいって感じだったんですけど、すいませんね、もうちょっと一時控えようと思います。申し訳ありません。はい、さて、昨日ずーっと、昨日なんかちょっとバタバタしてたので、ちょっと前半バーッとポストして、あとは来たっていう感じだったんですけど、なかなか忙しい日々を過ごしておりますが、はい、皆さんもやっぱですね、12月になると、やっぱりね、やっぱ仕事も忙しくなってるんじゃなかろうか、とかって思うんですけどね。はーい、もう若い者の兄貴も、ほぼほぼ、なんか、ストーリーポンとあげたぐらいないですか。なんかあんまりこうね、出てない感じだったんですけど、なかなかみんな忙しいよなと思います。逆に忙しくないとやばいよね稼ぎ時ですが一応話ですからね。コロナの方もですね、どうなんですかね。その新しい株、オミクロンでしたっけ。前も話しましたですけどね、だから重症化はしにくいけど、なんか感染力がすごいみたいな感じで、福岡もなんか見つかったとかって言われてあったんですよね。引き続きちょっと警戒しとかないかんですけど、どんどん変異していくっていう感じでしょうね。で、今が第6形態ですかね。はい、ね、また第7、第8っていうか、どんどん増えていくんでしょうね。でもあれですよね、ワクチンがね、結局なんですか、どんどんこう変わっていくかと思いきや、どうなんじゃない、変わってるのかな。今あれでしょ、3回目の接種がどうだなとかって今話があってるんでしょ。どうなんでしょうね。昨日かその一昨日に何ですか、日本沈没っていう日本のドラマですね、はい、がなんか最終回っていうことで、なんかあれもなんか昔あったなんかドラマというか映画というかのやつをまたね、あれなんていうんですか、もう一回あることをなんとかって言うじゃないですか。はい、でされてあるんですよね。あれはなんかちょっと内容変わってたみたいですね。なんか日本独特のウイルスが世界に蔓延するからどうたらこうたらとか、なんかそういう話もなんか加わってるみたいで、
で結局日本沈没するけど北海道と九州の一部は助かったみたいなね、なんか言ってましたよね。で最終回見たっつって最終回ではね、ちょっと何分か見て、うん、なんかそういうあらすじを見てしもうて、はい、へーみたいな感じで、なかなか見らんんすよドラマとかですね。なかなかやっぱこのインスタしてたらもうテレビをねなかなかこう見るっていう機会がやっぱ少ないですよね。常になんかポストセナーっていう感じでやってるからですね。あーまあそんな感じですね。毎週ですけど、あの火曜日はもうほんとこんな感じ、もうほんとさ、もうさ、なんか最終、私からすれば最終日なんですね。明日が休みなんでですね、だからもうくたまってるっていう感じがもうよーく自分でもわかりますし、皆さんもああ今日火曜日だと思ってる人もいるんじゃなかろうかと思います。はい、じゃあこの続きは YouTube で。はい、パキパキさんのぼやき、あとかきです。はい、お疲れ様です。はい、いかがだったでしょうか。どうなんですかね、もう12月ですけど、天気いいし暖かいしって感じなんですけど、ただ気温は昨日よりもかなりぐんとね、あの低くなるってなってるけど、今んとこそうでもないってことはまだ先が残ったってことかな。たまらんすね、皆さんお酒は気をつけてくださいねっていう感じで、はい、やかましいわって言われそうですけどね。はい、あとどうすかね、なんかあったかいな、なんかあれですね、モスクワさんのところでなんかモスクワシスターズっていうのがなんか発足してるみたいで、6人か7人ぐらいなんか今、ね、なんか増えてるみたいですね。モテモテですね、モスクワさんすごいな。で、あのボンバックスをめでる会、秘密結社タートルズも順調に、人数集まってるみたいですね。すごいよな、あんだけ人数が集まるってなかなかないっすよね。で、会員証を私が勝手に作ってやってたのは、もう全然ボンバックスめでる会はもう追いついてないですね。多分ね、80何人ぐらいおる中で多分10枚か20枚ぐらいしか書いてないと思うんですよね。秘密結社タートルズはなんか最後の人70何番っていうのはまだ書いてるから多分追いついてるのかな。まだもらってない人もいるかもしれないですね。もうちょっと把握できてないんでですね、まあ、欲しい方はあの会員番号と教えていただければ作るぜっていう話なんですけどね。はい、すいません、火曜日ということは私も本当からもう本当1週間で一番きつい時でですけどね、もうなんかなんかこの火曜日ってなんかすごいテンションが上がっとるか逆に落ちとるかもどっちかなんですよね。はい、1週間あっといますね。もうなんかこう毎日こう追われる感じがやっぱしますよね。前倒しっていうのがやっぱなかなかやっぱできないですよね。ホームセンター節子もですね、1週間分バーッとお休みの日に考えて作るんですけど、これまたねもうネタがないからですね、もう今回特に面白なかったかなとか思いながらですね、なかなかこう、もう頭が回ってない状態ですね。あれもですね、1週間こうバーッと作ったとしてもう忘れてますもんね、話の内容ね。そんなもんですよ、まあ、凡人ですからね。いやしかしカンナ昨日のライブはちょっとこう絡みというかですね、あれちょっといかんだな、まあ、販売はされてなかったような感じやったからまだねあれやったんですけど、いかんな、みんなに絡みまくっとったもんな、なんかいかん、ただの酔っ払いや、ちょっと反省せないかんなと思う。はい、そう思いましたですね。まあこんなテンションで、火曜日もまた乗り切ろうかと思っておりますが、はい、人間ですからね、もうねいい時もあれば悪い時もあるというところで、はい、皆さんも思っていただければと思います。しか
しね、ただいよな、もうイベントもないからですね。だから植物を買おうにももう今この時期ですから、買ってもね、植え替えも春まではやめた方がいいと思うし、まあ今でもね、やっぱ発根管理とか言ってされてる方いらっしゃいますけど、どうなんでしょうね。そこそこ、やっぱりこう、暖かくないと、そういうことは、しない方がいいんじゃないかなとかってやっぱ思いますよね。どうなんやろうと思うんですけどね。まあ明日休みでちょっと水をやる、やらないをちょっと見極めてやっとかないかなとかって今ちょっと思っとる次第ではあります。はい。まあこんな感じです。はい。すいません。もうぼやきもね、昨日あげようかと思ったら寝落ちしてましたもんね。はい。毎日毎日。何しようかね、お前は、という感じですけどね。はい。まあ、皆さんも頑張っていきましょう、というところで。明日は水曜日。私、すいません。お休みいただきまーす。ということで、皆さんは週の半ば、めちゃめちゃきついっすよね。はい。だけど、一日一日乗り切って、はい。今年もあとわずか。はい。もう、悔いのないようにやっていきましょう、ということで。はい。じゃあ、今日はこれで終わりまーす。お疲れ様でーす。Take it easy!